東芝が製造販売していた HDD よびフラッシュメモリ、携帯型デジタルオーディオプレイヤーである。東芝は小型 HDD やフラッシュメモリを開発製造し、自社よび他社に供給する有力なベンダーであるため、MP3 プレイヤーを製造しているメーカーの中では、いち早く HDD 記録型に着手した。動画再生に対応したり、ワンセグチューナーを内蔵したりするなど、 東芝が元来得意とする映像分野へ本格的に接近したが2010年代には市場から撤退し新製品は発表されておらず製品サポートのみ継続している2008年度当時の国内年間シェアは3.1%だったロゴマークが同社が当時販売していたノートパソコンダイナブックと同じ印象でダイナブックの文字の部分を ギガビットに変えたデザインになっている。なお、型番の ME は、先代の SD オーディオプレイヤーなどを制作していた、東芝モバイル AV ネットワーク事業部の製品に用いられていたものを引き継いでいる。2002年6月22日発売。このモデルのみ商品名が大文字のギガビットとなっている。記憶媒体に当時東芝が発売していた。 PC カード型の1.8型 HDD、モバイルディスク 5GB を採用し、モバイルディスクを交換することでライブラリーを入れ替えることが可能。3000万の大容量バッテリーを内蔵し、18時間連続再生を歌うなど、ヘビーユーザーを強く意識した内容だったが、本体のデザインは 235g の重量となっている。本体上部には、 曲情報を表示できる160-120ドットのモノクロ液晶を搭載。バックライトは青色。ホログラフィックシートを採用しているため、起点当時には赤く輝いて見える。再生可能なファイル形式は MP3、MP WMA、WAV。ただし、専用の東芝オーディオアプリケーションで暗号化されたファイルのみが再生可能である。対応 OS は Windows 9 8目2 0 0 0 x p ただし、本体内の OS には Linux を採用しているため、ファイル名や ID3 タグ名の A 数大文字小文字は明確に区別され、漢字名もパソコンと本体で相当順が異なる。発売当初こそ注目されたものの、発売翌月の7月17日には、Apple Computer が第2世代 iPod を発表。 FAT32 フォーマットと他社製のアプリケーションを採用した Windows 対応版がリリースされたため人気がそちらに加われる格好となった。ちなみにこのモデルはソースネクストに OEM 供給され同社からはミュージックソ c ディスクの名で発売された。現在は生産終了。ラインナップギガビットのみギガビット G52003 年8月に G20 が発売。 着脱式、モバイルディスクの採用を止め、汎用の東芝場製1.8インチ HDD を内蔵する。かつてリブレトールシリーズ発売時にも行われた、発売前からのティザーキャンペーンが展開され、12.7mm の厚さを筆頭にコンパクトな本体をアピールしていた。後にートル厚の四十 g b h d d を搭載し、厚みがートル増加した。 G40 も追加されている。転送には、東芝オーディオアプリケーション、本体内の OS には Linux を引き続き採用。CPU は ARM7。正方形に近い筐体の中央に、ブルーの LED 照明が光る1 6 8 6ドットのモノクロ液晶画面が特徴的。液晶表示は、ネガポージ反転させることが可能である。大きく重い武骨なデザインだった。 初代ギガビットの反省から小型軽量化に尽力し MD プレイヤーにそっくりのスタイルを採用してユーザー層の拡大を狙ったものの逆に最新デバイスを見せびらかしたいといったステータス性などを求める向きには地味に移り敬遠されてしまうという一面もあった外観的にも機能的にも無駄のない本体の完成度の高さと 音質の良さが高いバランスで取れている機種として評価は高く、現在も多くの愛好家が存在するが、長期間使用による振動や衝撃の蓄積によって HDD と基板を結ぶケーブルにたるみが生じ、本体が HDD を認識できなくなるなどのトラブルが多い。同様な事象は、ソニーのネットワークウォークマン NWHD3 などでも発生しているが、東芝からは特に点検。 修理などの呼びかけは実施されていない。現在はいずれも生産終了。ラインナップ、G5, G10, G20、G21, G22, G23, G402004 年11月に、回10、回20、回60を発売。プラスタッチという十字型のタッチセンサーが搭載され、これに触れたりなぞるなどして操作する。本体は縦長の形状で、 画面表示の選択により横方向でも使用が可能。2.2型区ベが低温ポリシリコン TFT カラー液晶画面を搭載し JPEG 画像の表示が可能。再生中に CD ジャケットの表示を行うほかデジタルカメラで撮影した画像などを転送し閲覧することができる。再生可能なファイル形式は MP3 WMA WAV。 再生のための暗号化に用いるアプリケーションは、東芝オーディオアプリケーションから、ギガビットルームに変更、ジャケット画像などの転送機能やリッピング、エンコード機能、接続したギガビット内の暗号化済みファイルを再生できる機能などが追加された。また、G シリーズに似た不具合が存在する。起動するがファイルの認識ができない場合は、HDD ケーブル類、電源が全く入らない場合は、 バッテリーのコネクターの接触不良が疑われる。いずれも生産終了。ラインナップ、回11、回21、回41、回60、回10、回10フミヤモデル、回20、回402005年9月に X30 を発売。回シリーズをさらに小型化し、液晶ディスプレイを拡大、表示可能色数を約26万色に拡張したシリーズ。 2.24型クベが低音ポリシリコン TFT カラー液晶画面を搭載。再生可能なファイル形式は MP3、MP WMA WA、WAV。JPEG 画像の閲覧機能は改良されたものの、音楽再生についてはファームウェア適用後の F シリーズと差がない。ファイル転送には F シリーズに同じくギガビットルームを用い、これを本体に内蔵、接続時に 自動起動させることで、事前にソフトウェアをインストールしていないパソコンからの転送が可能になった。ボディカラーが豊富だった回シリーズと異なり、表面塗装の高級感を打ち出した。いずれも生産終了。ラインナップ、X20、X30、X60、X20K2005 年12月に、P5、P10 を発売。アクセサリー感覚のコンパクトボディになっている。 フラッシュメモリ内蔵で96-96ドッ 96. トの1.1型カラー有機エレクトロルミネッセンス画面搭載。表示可能色数は65,536色。再生可能なファイル形式は MP3-WMA-WAV。FM ラジオの録音、ボイスレコーディング機能に加えて LINE イン録イン音にも対応。S シリーズと同じく プラスボタンを採用した。エンターボタンは下に分離されている。P10K、P20K を除き、生産終了。ラインナップ、P5、P10、プレミアムモデルギガバイト7、P5S、P10S、P10K、P20K2006 年4月に S、S30、S60V を発売。動画の再生に対応。S60V モデルのみ、FM チューナー内蔵。 2.4型クベが低音ポリシリコン TFT から液晶画面搭載。OS に Windows モバイルポータブルメディアセンターを採用。MP3、WMA、WAV に加えて、WMA ロースラズ、WMV の再生に対応。プラスタッチに代わって十字型のボタン、プラスボタンを採用。旧シリーズで採用された転送ソフトウェアギガビット、ルームを廃止。 転送は、Windows メディアプレイヤーや10のみを用いて行うこととなった。そのため、対応 OS は公式には、Windows XP 及び Windows Vista に限られる。なお、Gigabit ユーザーの有志により、非公式ではあるが、Windows 2000や Windows 98でも使えるドライバーが開発された。S シリーズ共通の不具合として、パソコンとギガビットを接続することにより、突如として、 ギガビットの HDD が初期化される事象が報告されている。これは S シリーズのみでなく V シリーズでも同様の報告がある。なお、初期化発生率を低減させる暫定的バージョンが存在し、修理受付でファームアップが可能である。しかし、今後ともにウェブサイトなどで公開される予定はない。ラインナップ S30、S60V2006 年6月に、 V30T を発売。ポータブルオーディオプレイヤーとして、初めてワンセグの視聴に対応したモデル。独自の暗号化形式での録画機能をも備える。OS、再生可能ファイル形式は、S シリーズを踏襲している。クベが TFT カラー液晶を3.5型に、大型化したほか、ギガビットシリーズ初となるスピーカーを搭載。縦長から横長になるなど、デザイン。 操作面において大きな変更が加えられた。動画連続再生時間最長9時間、ワンセグ連続視聴時間最長7時間とバッテリーの持ちの長さも特徴的である。2006年11月22日より順次ワンタッチでワンセグ機能に切り替わるワンセグボタンの追加や予約可能件数の増加など機能を改善した部位 30EV60E を発売した。 V30T も2007年1月のファームウェアアップデートにより、録画関連の機能が改善された。アメリカ使用機種の V30K も存在し、ワンセグ未対応である以外は、V30T と同型である。また、2007年6月1日には4型 Y 独部が、液晶やステレオスピーカー USB 充電機能等を搭載した V401、V801 の2機種が、 追加発売されている。さらに、2007年10月19日には3.5型、クベが液晶に内蔵メモリ 4GB と SD、カードスロットを搭載した V41 が、2008年2月15日には、内蔵メモリが 8GB タイプの V81 が、発売された。ラインナップ、V30T、V30E、V60E、V30K、V401。 V801、V41、V812007 年3月28日に U101、U201 を発売。P シリーズに同じくフラッシュメモリを内蔵したシリーズ。UKL 画面および再生可能ファイル形式は P シリーズと同様。S シリーズ同様に中央にエンターボタンを配したプラスボタンを採用。ステレオ音声での LINE イン,イン録音に対応。 FM トランスミッターを搭載している。東芝製の新型オーディオプロセッサを搭載し、高音質化が図られた。また、Windows Vista XP に加え、Windows 2000、目を対応 OS とし、転送ソフトウェアとして、Windows Media Player 11、10,9に対応するなど、動作環境が広く設定されている。2007年5月には、アルミボディを採用するなど、 デザイン面に変更を加えた U102,U202 を発売。なお、機能面に、差異はない。さらに7月24日、日本の伝統色として24色のラインナップを揃えた U103 を発売。ラインは、アナログ録音のため、多少のノイズなどが、ラインナップ U101,U201,U102,U202,U103,U104,U205。 U206、U407、U4082007 年9月7日に T401、T401S を発売。U シリーズに続いて、フラッシュメモリを内蔵したシリーズ。OS は S、V シリーズと同様 PMC を採用しており、事実上 S シリーズの後継機種である。基本的な性能は S シリーズを同じであるが、新しい H2C テクノロジーが搭載されている。 さらに2008年2月15日に 8GB を内蔵した T802 を発売。また T401 と T802 のみ IEE802.11bit、e、G に準拠した無線 LAN 機能を搭載しており、ポッドキャストをダウンロードして再生できる。なお、対応しているのは2008年3月現在、GAO と音声コンテンツのみである。また t は、 ファームウェアをバージョン1からバージョン2にバージョンアップしなければギャーを利用することができない。これは無償でバージョンアップ可能である。2008年12月31日に日付関連のバグにより同日17時から翌2009年1月1日17時、つまりアメリカ西海岸時刻の12月31日から1月1日の間での起動でフリーズし、 リセット後に再度起動すると OS の読み込み画面で停止するという状況が発生した。その多くは1月1日17時には自動で復帰したため24時間の未使用ができない症状だったが年末年始の休業期間で東芝のサポートが休止していたため対応が遅れた。また一部で壊れたと思って廃棄した時刻を過ぎたが症状が改善されないなどの被害が出ている。 この問題は、Windows Mobile PMC バージョン2のウルード氏の処理でのバグに起因しており、同様の OS を採用した V シリーズの一部やズネでも発生している。2009年2月3日、現在、エラーを回避するファームウェアが公開されている。ファームウェアアップデートを行わないと4年後にも、同様の問題が発生する恐れがある。ラインナップ T401、T401S。 T802GFK ジャパン2008年デジタル家電シェア、東芝、プレスリリース。ありがとうございます。